株式会社 AI によるデモ音声です。一郎さんは台風どんな言葉をかけていいのか、なかなか言葉が見つからないよ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。だから僕にはこんなやり方しかできません。株式会社 AI によるデモ音声です。許せ、ダイフと言葉を発すると、ビデオメッセージはそこで終わり、バックネット裏から花束を持った一郎さんが出てくるサプライズ演出。株式会社 AI が提供するデモ音声です。これには松坂も驚きのあまり両手を膝に当てて思わず下を向いてしまう。株式会社 AI によるデモ音声です。その後歩み寄ってきた一郎さんから花束を渡され、握手を交わすと一言二言言葉をかけられた後に感涙。これはデモ音声です。時間にして数十秒、一郎はすぐさまきびすを返し、そのまま颯爽とバックネット裏へと戻っていった。株式会社 AI によるデモ音声です。このサプライズ演出に松坂はビジョンに映し出された時に、まさか一郎さんがメッセージをくれたんだと。株式会社 AI によるデモ音声です。本当にびっくりしたのと、めちゃくちゃ嬉しいのと、最後に一郎さんに声をかけてもらって、これまでやってきてよかったなと改めて思いましたと感激した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。花束を渡されて去っていく姿を見て、最後まで本当にかっこいいなって思いました。株式会社 AI によるデモ音声です。これぞ一郎さんという演出の仕方、ああいう雰囲気をまとえる大人になりたいと一流の振る舞いに感嘆していた。株式会社 AI によるデモ音声です。動画許せ台風、一流のサプライズ演出、ライオンズサンクスフェスタ2021松坂投手の引退セレモニーに、シアトルマリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターの一郎氏がサプライズ登場。